言で言うと、もう変な人、ホームセンター行ってきて帰ってきたら、なんかすっごい長い棒みたいなものを持ってきて、何のためにこれ買ってきたんだっていうものばっか買ってくる。まだちょっと理解しがたいところは多々あるんですけど、彼の魅力はそれでもなんか許されちゃう、あったかい感じの性格が。作りたての段ボールがね、そのなんかパンみたいに温かかったって言った言葉がちょっと残ってたんですね。撮影続けていくうちに、あったかいっていう言葉が随所に出てきた。でそれをちょっとこうまとめてみたら、すごくいい感じにこうまとまってきたので、すごい突破口になるキーワードだったのかなと思います。5年前2013年に叫ぼむという映画をサウスバイサウスウェストの映画祭部門に出した経験から、おサウスバイのファンになってしまって、で毎年バイヤーとして来ていたという経緯もあって、今回作った旅する段ボールフロムオールコーナーズはアップサイクリングというテーマですね。きっとサウスバイのオーディエンスの方がビンビン来てくれるだろうというのは最初から買っていたので、英語のナレーションでやったりとか、そのようにデザインしてプロデュースしました。